中心市街地三重県庁津市は三重県の中税に位置する市。三重県の県庁所在地である。日本で最初に市政志向地に指定された31市の中の一つ、軽量を特定市にも指定されている。伊勢平野のほぼ中心部にあり、海沿いに市街地がある臨海都市である。人口は四日市市に次いで県内第二位。面積は県内最大である。江戸時代には 東道家が治める津藩の城下町として栄えた。旧津市は日本で最初に市政施行した31市の一つでそれらを順に施行し、東海地方では津市が初である。三重県内の観光庁や国の出先機関、文京施設が集約されており、三重県の行政、文京の中心地となっている。また、周辺自治体とともに人口51万人の津都市圏を形成し、 抗義での中京圏に属している。日本三大観音の一つである津観音や建造物としては、三重県で初めて国宝に指定された新州高田派泉州寺がある。また、津駅前にある地上18階地下1階の高層複合ビル、アストシンは、津市のランドマークとなっている。二千六年一月一日、津市、被災市、秋群川毛町、芸能町、三里村、阿能町、 一市郡カラス町、一市,市町、白山町、三杉村の十市町村の合併によって、改めて現在の津市が発足した。またこの合併により、三重県内の市町で最大の面積を持つようになった津市中心部周辺の空中写真。1982年撮影の26枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。河川、編集一級。 河川に級河川産地、編集森林セラピー基地に認定されている。主な山古省、編集主な湖主な,主な池津の市街地は、東道高虎が中世以前からの既存の町に大改造を施して建設した城下町を起源とする。高虎は北を流れるあの川と南を流れる岩田川を天然の外堀として利用し、川に挟まれた中央に土上を置き、 海寄りの東側に町人地、西側に武家地を配置し、町人地に伊勢山宮街道を引き入れることで繁栄の基礎を築いた。このため、城下町へ入る北側の東予橋と南側の岩田橋が地域間隔の基礎となり、東予橋以北を、京北、岩田橋以南を、京南、東予橋と岩田橋の間を橋内と呼んでいる。岩田橋の周囲には、 考察場や道路原表が設けられ、つまつび市もここに建っている。市街地の核は、橋内で、京南も江戸時代初期から町馬化していた。県政の中心となる、三重県庁や都市の玄関口である。津駅は、かつての町外れである京北にある。三重県庁は、所在地が、明治期に、四日市に一時移転して、新に戻ってきたという事情から、 すでに数多くの公共施設が建設されていた、橋内に敵地が見つからなかった。津駅は建設当時、北側から延伸してきた鉄道の終着駅であったため、それぞれ津の入り口にあたる京北に建設されたという歴史的経緯があり、新しい都市角となった。江戸時代の伊勢三宮街道だった頃は屈曲していた、東予京と岩田橋を結ぶ国道23号は、 明治期に直線化され、1939年に、福音20メートルに拡幅、さらに戦後復興で、福音50メートル、片側4車線の道路になった。またこれに直行する形で、福音36メートル、片側2車線のフェニックス通りが建設され、橋内の東西軸が完成した。幅の広い国道23号の完成によって市街は、東西に分断されてしまい、 幹線道路から外れたダイモンの賑わいがそがれ、通常跡とも目立たない存在になったという側面がある。年平均気温は、摂氏15.9度。三重県奈良県、津とは、船舶の停泊するところ。船着き、港の意味である。古くは、あの津として文献にも記される良好であり、平安系にとって、重要な港だったことから、単に津とも呼ばれていた。しかし、 明王七年の明王地震に伴う地盤の上昇と津波のため港は崩壊した津藩東道市の城下町として栄え、ポルトガル人やスペイン人の衣装を模した仮装行列を起源とし、後には朝鮮通信使などの影響も受けたとされる当人踊りが伝承され、毎年秋に行われる津祭りで披露されている。江戸時代には伊勢参りの宿場町として栄え、伊勢温度の歌詞に 伊勢は、津でも津は、伊勢でも津をわり名古屋は、城でも津と歌われるほどの活況を呈した。国学者、谷川こと菅の聖果が、中心街の西方の旧道沿いの発丁という、町並みにある、津市域の変遷津市の設置、管理する公共施設は、約800カ所に及び、ホール10カ所、公民館53カ所など、同じ機能を持つ施設が重複しており、維持管理費がかさんでいる。 市長、編集旧津市、編集データ2006年1月1日に、中税地域の周辺の旧市町村と合併、津市が廃止され新たに津市が誕生した。合併直前の時点の津市、の人口は約16万人であり、日本全国の都道府県庁所在地の中で最小だった。市民化、編集、この町が好きさ議員定数は34人である。二千十九年五月七日、 現在詳細は、三重県議会を、参照国税庁自衛隊、検察庁刑務所裁判所弁護士会本部、交番駐在所その他本部詳細は、津市消防本部を、参照同市の常備消防組織。2006年に合併されるまでは、秋郡と唐津町の消防事務を委託していた。2006年の市町村合併で、被災市合い地市郡で構成していた被災地区、広域消防組合と合併。 新しい津市消防本部が発足した。消防本部は、旧津市では中消防署に置かれていた。しかし、老朽化やスペースなどの問題から合併を契機に、施設が新しい被災消防署に新消防本部を設置した。消防署オリジナル消防車津市ではその地域特性等から、1988年から独自にオリジナルの小型消防車装備の開発を行っており、 消防関係者の間では、通称式として知られている。消防車では、珍しい3人乗りのシングルキャブを採用しているほか、PTOO の問題等で、ほとんどの車両が、三菱車をベースにしている。最近は緊急消防援助隊に登録したことにより、国庫補助が増額したことや、技術の進歩に伴い、津市の区域を管轄する中消防署。 北消防署でも総務省の規格に沿った一般的な消防車が導入されたため、図式消防車は減少している。後ろに罰がついているものは現存しない車両である。これらの車両はすべて総務省の規格外のため、国庫補助が受けられない。このため調達は100%市の予算で行われている。主な病院医師会主な郵便局海外、編集姉妹都市国内。 編集姉妹として受け市、し、その他ジャパンマリンユナイテッド新事業所、つまつひし百貨店大門商店街図、駅前通り農業組合造船、重工ジャパンマリンユナイテッド新事業所、JFE エンジニアリング新製作所。1967年に、日本港貫通造船所として開設され、造船立国と言われていた当時、最大50万トン級のタンカーが作れる。 世界最大級のドックを保有し、高さ約80メートルの門型クレーンが並ぶ、独特の両開き式ドックでは30万トン級船舶で、あれば、追って隣接地に重工部門の工場を開設し、年間生産能力4万トンの世界最大の高構造物製作工場となり、本市連絡橋や横浜米ブリッジから市内中央部の東予橋までの様々な橋、 超高層建築鉄骨、水門などを制作した。諸外国に造船受注シェアを奪われたいわゆる造船不況の折に、日本交換の組織改編により、重工部門の造船工場を並びに重工工場となり、名称を持つ製作所に変更された後、日本交換と川崎製鉄の JFE ホールディングスとしての事業統合と、その際に造船部門を分割し日立造船との、 統合という複雑な経緯を経て、旧日本港監視制作所の造船工場並びに、技術研究所は、ジャパンマリンユナイテッド新事業所並びに、技術研究所に継承され、重工工場は、JFE エンジニアリング新製作所に継承された。それぞれの工場の概要並びに、事業内容に特に変化はない。食品メーカー肉まんあんまんなどの中華まんや、あずきバーなどの霊下の製造、また、 アメリカのレストランチェーンアンナミラーズの日本での事業を運営しているイムラやベビースターラーメンをはじめとするスナック菓子やカップラーメンなどを製造しているおやつカンパニーなどの食品メーカーも投資に本社を構えている。電気関連パナソニック工場工業突破印刷、その他産業赤塚植物園、倉敷宝石、被災焼きパイロットインキ新工場を主な繁華街、中心業務地区。 丸の内、広秋町、栄町百貨店つまつび市大規模ショッピングセンター、主な金融機関105銀行、中京銀行旧本社、三菱 UFJ 銀行、水穂銀行、りそな銀行、三重銀行、津信用金庫、カテゴリー、津市の企業も、参照上場企業、編集その他の、主な企業、編集三重、大学国立県立私立公立私立通駅、 三重海間バスターミナルあのサービスエリアフェニックス通り新ヨットハーバー市内に空港は存在しない。最寄りの空港は中部国際空港となる。つなぎ様町から新エアポートラインで結ばれている。なお、津市カラス町にウルトラライトプレーン用の離着陸場は存在する。ここでは名古屋市立工業高校の飛行機道公開の 生徒らが手掛けた有人飛行機が2013年1月28日に試験飛行に成功している。ヘリポート市の中心駅は、津駅、東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、伊勢鉄道、かつては他に、伊勢電気鉄道本線、あの鉄道、中勢鉄道などといった鉄道路線も存在した。高速バス、編集一般路線バス、編集高速道路、 編集 E23 伊勢関インターチェンジ芸能、インターチェンジ屋のサービスエリアツインターチェンジ、被災インターチェンジ、地域高規格道路国道、編集県道、編集北場竹士日本三大観音の,の一つ、新観音達水神社、ジャンボ館室なぎさ町名称町並み保存地区主な、城郭主な寺院主な、神社観光スポット温泉公園津花火。 大会イルミネーションファンタジーシーンのうなぎ新餃子シーンが発祥地の食べ物うなぎ旧津市域は人口比で日本一うなぎ屋が多い都市であり人口一人当たりのうなぎ消費量も日本一であるこれはもともとは江戸時代に東道藩が藩主の需要競争と式工場のためにうなぎ食を奨励し各地からうなぎ屋を図上下に集めたことに橋を発するその名残で以前は 津市周辺には、洋満場が存在したが、伊勢湾台風で打撃を受け、その多くは廃業した。しかし、市民に広く浸透していたうなぎの食習慣は残った。津市においては、他地域とは異なりうなぎが大衆食となっており、特に中心街の大門、丸の内地区などでは、2010年代以降のうなぎの価格高騰を迎える以前は、最上級の 特上丼でも1500円程度で食すことができた。新餃子新餃子とは直径15センチメートルの大きな皮で餡を包み、油で揚げた揚げ餃子である。期限は学校給食であり、1985年頃に考案され現在も提供されている。2008年から飲食店やイベントで販売されるようになった。いわゆる B 級グルメの一つである。カテゴリー、辻も。 参照行政観光、ありがとうございます。